ご視聴ありがとうございます。今回は梅雨時のことについて、インドア編、室内の植物について紹介します。ぜひ最後まで見てください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。今回はですね、前回に引き続き、梅雨時の対策方法ということで、インドア編に行きたいなと思ってます。くそ真面目に行ってこうかなと思いますので、はい、皆さん手帳の用意、メモ用紙の用意をよろしくお願いいたします。まあ皆さんね、梅雨時というと、まあ室内だとね、温度調整できるじゃないですか。まあ皆さんだと22度、23度でエアコンというものをしますよね。ならエアコンのない世界っていうのは屋外ですよね。はい、どんな状態になってるかというと、高温多湿ですよね、はい、前回も言いましたけど、高温多湿で、まあこの高温っていうのは夜の温度です。はい、夜の温度が高くなると良くないかなと思ってます。これ当たってたら、間違ったらごめんなさい。で、夜の温度が冷えれば冷えるほど植物は綺麗になります。はい、これは僕の実感で言います。はい、夜の温度で決まります。だからこれ室内だとどうなるかって言ったら、これエアコンかけてますから、エアコンかけてるとこれは低く、湿度は低くなるんですよね。低く、湿度は低いと、湿度は低い、時期となってごめんなさいね、これ逆ですよね。で、ここは中温ってなりますよね。だから植物にとってはすごく、観葉植物にとってはいいんですよ。いいんだけど、これすると今度外は湿度が高いけど、中にエアコンをかけていくと乾燥するんですよ、うん、だから乾燥してる場合は必ず撥水、霧吹きですね、はい、撥水をしてください。はい、なエアコンかかってないところに置いてる観葉植物ありますよね。これは当たり前。例えばオフィスとかやったらエントランスとか、うん、ね、そういったところは多湿ですから、はい、霧吹きはしなくていいです、はい、覚えておいてください。でも霧吹きをしないとどうなるの？葉っぱの上にほこりが出ちゃうから、ほこりが乗って光合成ができなくなっちゃうんですよ、うん、だから皆さんね、ほこりだけ取ったまたらいいかな。で、なぜ撥水がいいかって言ったら、ほこり取るからなんですよ。うん、で、自然界では雨が降ってるでしょ、観葉植物も。絶対に亜熱帯では、家の中で生えてるとこなんて一箇所もありませんからね。そうでしょ、絶対自然って外なんですから。ね、で、外は必ず雨降りますから。ね、必ずね、撥水をしてあげて、普通この葉っぱの上にね、水をこうね、下行くようにね、葉っぱってね、下落ちるような形になってるんですよ、うん、必ずね、例えばこういったものだったらこの幹側に入っていくようにしてるんですよ、うん、例えばこういう植物だったらバーッとあって、ここをたどって下に水が行ってくれるようにって考えてやってるんですよ、うん、わかります？あ、もう一遍復習ですよね、観葉植物を家の中に置いといて、エアコンかけておくと皆さんも気持ちですよね。外出るとジメってしてるけど、中いると涼しいってなるのは乾燥してるからなんですよ。同じ、例えば25度でもね、28度でもいいですよ。湿度高い時ってすっごく暑いんですよ、体感温度って。蒸し暑いってやつです。だから乾燥してるとこで28度って全然ちゃうんですよ。でも皆さんのところはこれで室内は調整できます。エアコンかけると温度を低くすることですね。こうするとでも湿度が足りなくなってくるから、撥水をしてください、はい、エアコンがかかってないところだったらこうしてください、ね、だから逆に言うと、今で言うと日照時間も短くなりますから、観葉植物も徒長しやすくなります、ね、先ほど前回の動画でも言いましたけど、だからこういったところに置いてあるものは観葉植物ね、エアコンのかかってないところに関してはなるべく肥料を控えてください。逆にこういったところに置いてるものは肥料を与えて結構です。これは前回の動画を見ていただけると分かりやすくなるほどと思うんでね。だから皆さん、何日に1回こう肥料をやるとか、何日に1回こうするとか、植物ってね、ね、栄養と、まず最初に風と水と光、これがとにかく、水と光、これが欲しいんですよ。これがエネルギーの原点になるんですよ。
風を送ることによって例えば一塩化素を出したりとか、例えば風が吹くことによってこれ二酸化炭素を出し入れしてるんですよね。二酸化炭素が吸収できる。だから家のあれを換気してくださいっていうことなんです、うん、家の中の空気ってずっと循環、人間もそうなんですけど同じ空気をずっと吸いまくるって良くないんですよ、車とかも。だから必ず換気してください。いくらサーキュレーターしてても換気できなかったら全く意味ないんでね、二酸化炭素入れてあげてください。でそれをすることによって光合成がまずできますよね。でそのこれがちゃんとした整ってから次にご飯が必要なんですよ。これが栄養ですね。これが栄養ですよね。わかりますね。だからこういった環境をまず揃えて初めてこれが根が大きくなるんですよ。根っこね、根っこがないとご飯食えないんでね。わかりますよね。葉っぱからもちろんこの中にね、この中に液肥入れても全然肥料いきますからね。これ皆さん覚えておいてね。これね、ここに液肥入れるといいですかね、肥料。本当ですかね、これは。全く違うんで、メネレル入れても全くいいですから、すごく薄めて入れてください。おすすめです、はい、で初めてこれ根っこが大きくなってご飯が食えるようになってくるんで、最初にここ1番です。次にここです。で3番です、はい、でこれはね、あの皆さん次回の動画でね、この順番を追って教えます。観葉植物編でね教えたいなと思いますので、また次回の動画、この根っこ ね、あの今これを教えましたよね。これはここで調整できますから。でも問題はここですよね。今光が少ないんですよ、曇り空で。光が弱いんですよ。で光が弱いから徒長しちゃうんですよ、肥料やっちゃうから。わかりますよね。光を強くするためにはどうしたらいいかって言ったら、まあ育成ライトとか、うん、でも光をね与えても、光が弱くても徒長しない方法っていうのはご飯を与えないことです。うん、それが一番いいんですよね。はい、まあ、そういった続きでさ、いろんなことをまた次回ねお伝えしたいなと思ってますので、はい、ぜひね次回の動画も見てください。以上です。ありがとうございます。